今回紹介する考え方をセットにしていただけたら、もう何も怖くありません。運が覚醒する金運上昇チャンネルの坂上です。金運上昇チャンネルに LINE アットができました。金運が上がる特別な6つの特典をプレゼントしてます。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。皆さん、このチャンネルでいつも出している要注意日、皆さんは気にしていますか？よくコメントで、要注意日は家でおとなしくしているとか、必要最低限の用事にしておくとか、その日に起きる出来事をいつも以上に注意深く行動される方も多いようです。僕もその一人です。要注意日というのは決して悪いことが起きるわけではないんですが、暦ではスタートの日の運気が結果に影響を及ぼすと考えられていて、大事にされています。普段よりはちょっとアクシデントが起こりやすい日になるんですね。僕は大事な予定をできるだけ入れないようにして、いつもより気をつけて過ごしています。予定は自分で決められないものもありますから、そういった場合は気にせず対処するだけといった感じです。ライブなどのイベントだったら日程も決まってますし、チケットも押さえていますし、もしチケット発売日が要注意日だからと言ってスルーしたら売り切れてしまう、そういったこともありますよね。他にも会社からの依頼や取引先の都合、お友達の休みの日など、相手の都合もありますから、避けられない場合は、できることをやったら、あとは気にせず楽しむ。受験や試合と似ているかもしれません。やることをやったら、あとは手放してしまう。そんな要注意日なんですが、嫌なことが起こったら、嫌な気持ちになってしまうこともありますよね。柱に小指ぶつけないように、気をつけなきゃ、気をつけなきゃ、いた。やっぱり小指をぶつけた。やっぱり要注意だよ。もう嫌って感じたりして、嫌なことが起こると、どうしても心がネガティブに行きやすくなってしまいます。そこで、イライラしたり、落ち込むと気分も良くないですし、さらに運気を下げる原因になります。ですので、そんな時の対処法を今日はお伝えしようと思います。これからも要注意はお伝えするんですが、今回紹介する考え方をセットにしていただけたら、もう何も怖くありません。要注意は天気予報の雨の日で、対処法が折りたたみ傘を持って出かけることのようなイメージです。ぜひ次の要注意から試していただけたらと思います。まず、はじめに龍神様のつながり、場を清める T 社の音から始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。まず一つ目が、相手の言葉の深読みをしないです。嫌なことが起こった時にネガティブな気持ちになっていると、つい深読みしてしまうことがあります。この人なんで私のことを見てるんだろう、何見てんのよみたいな気持ちになったり、もしかして今日のコーディネート変なのかしらと不安になったり、最近ちょっとテレワークで太っちゃったのよね、お肉が隠せてないのかしらと不安になったり、あれもしかしてお昼のパスタのイカスミついてる？など、実は相手は特に何も思っていなくて考え事をしていただけだった。としても、ネガティブな時は捉え方がネガティブになりやすくなります。心がざわざわしてきて、心ここにあらずになってしまいます。あの人、私のこと嫌いなんだわ、きっと、と思ってしまったり、はたまた何か言われた時に、この人の今言ったことどういう意味かしら？とつい懐疑的になったり否定的に捉えてしまい、褒められているのにもしかして褒め殺しとけなされていると感じてしまったり、喧嘩ってんのとイライラしてしまったり、考えすぎたら悪意があるのではとも思えてきてしまいます。でも実際は相手は何も思ってないってこともありますし、否定的な意味で言ってないこともあります。ネガティブに向いている時って無意識に深読みをしてしまい、悪い方に捉えてしまっているだけといったこともありますので、右から左に受け流してまずはニュートラルに戻ることも一つの手です。こんな時は好きな飲み物を飲んだり、好きなお菓子を食べたり、好きな曲を聴く、好きな香りを嗅ぐなど、すぐにできてご機嫌に戻れるあなただけのアクションを準備しておくことがおすすめです。考える時は心が前向きになったいい状態の時に考える方が、思考回路も前向きな回路で考えられるのでいいですよ。
二つ目は役落としが起きたと考える。突然のトラブルやアクシデントにはあなたに溜まっている役を落としてくれることがあります。あいたたたたと感じる急な臨時出費などは金運を下げる邪気の悪さや金運を下げるアクションが積み重なって起こったりします。ですので嫌なことが起こった時は、あ、これで役が落ちたんだな、リセットされてこれから良くなっていくんだと役落としされたと思うと嫌な気持ちになりませんし、日頃の行動を振り返るきっかけとなって、最近掃除しなかったかも、ちょっと会社のトラブルでマイナスな気持ちでいることが多かったからそれが現実化しちゃったかも、気をつけようとマイナスな要素をデトックスするきっかけになるのでおすすめです。急なアクシデントは好転の前兆と言いますから、悪いことイコール悪いとは限らないので気持ちは明るくいたいですね。3つ目は今日が人生最後の日と考える。最後の晩餐なら何を食べるとか、最後の日なら何をする、こんなことを考えたことないですか？僕は特に最後の晩餐については考えますが、納豆ですかね。個人的には何を食べるかよりは誰と食べるかの方が大事だったりします。話は少しそれましたが、すっごく簡単に言うと、今日が最後の日だったら落ち込んでる暇はなくなってしまいます。早く家に帰って家族と過ごそう、最後は美味しいものを食べようとか、これは仕事してる場合じゃない、保育園に迎えに行って子供と遊ぼうとか、お世話になった人に片っ端から連絡しようとか、落ち込んでる場合じゃないですよね。僕はノストラダムスの大予言を信じていて、世界が終わってしまう、大変と当時好きだった人に告白したことがあります。甘酸っぱい思い出ですね。話はそれましたが、アメリカのスタンフォード大学の卒業式でアップルの共同設立者の一人スティーブ・ジョブズさんが、もし今日が人生最後の日だとしたら今日やろうとしていることは本当にやりたいことだろうかと話されていて、伝説的なスピーチとなりました。日々そう問いかけると取る行動も変わっていきますよね。このスピーチは YouTube でもアップされているので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。他にもすごく目から鱗というか、考えさせられるすごくいいスピーチです。これは日本人だけでなく全世界に共通する言葉だったかもしれません。例え今日に大凶なことが起きたとしても、もし人生最後の日だったらきっと落ち込むのではなく、瞬足で立ち直って他の悔いが残らないようなことをされているのではないでしょうか。要注意だけに言えることではないですが、落ち込む時間をなるべく短くして前向きなことにフォーカスをしていきたいですね。落ち込んだらジョブズさんの質問を自分に問いかけるのもいいですね。4つ目は YouTube を見ないです。 YouTube について動画を出している僕がそれを言うのかって思うかもしれませんが、もうどうしても気にしてしまう場合は気にせずにいることに徹するのもありだと思います。聞いてて対策したいタイプと、ネガティブなことを耳にしたくないタイプと、やっぱりどちらの方もいらっしゃいますから、ドヨヨンとなってしまうなという場合は聞かないというのもありです。とはいえ僕もただ要注意をお伝えしているだけでなく、今日を避ける方法だったり注意するポイントなどもお伝えしています。合わせてやっていただくと運気ガードができてとてもいいなと思います。いつもより注意を払うことで今日の作用を避けれるなら避けてほしいなと思います。ただ要注意にネガティブなことが起きて、どうしてもネガティブが加速してしまうなら、最初からネガティブを避けることもいいですね。5つ目は悪運が遠のくアクションをするです。嫌なことが起こったら、これ以上起きてほしくない、ここでストップさせたいと思うものです。嫌な出来事が起こったら、その気持ちを紙に乗せてビリビリに破くと、悪いことのパワーが無効化されますし、ハサミで切ることも悪運や縁を切ってくれるのでおすすめです。手を洗うだけでも悪運が流されて運気をリセットしてくれますので、こちらもおすすめです。以上、今日にネガティブなことが起きてしまった時の対処法でした。まとめますと、一つ目が相手の言葉の深読みをしない。二つ目が役落としが起きたと考える。三つ目が今日が人生最後の日。四つ目が要注意を見ない。五つ目が悪運が遠のくアクションをするです。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れをしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。